マヤテデ,デンは1940年代から1950年代のアメリカの前衛映画作家であり、実験映画家。また、振付師、舞踊家、詩人、作家、写真家でもある。1917年にウクライナのキエフで生まれ、1922年に一家はアメリカ合衆国ニューヨーク州シラキュースに移住した。父親の姓はディーレンコースキーであったがこの時に、 デレンと短く改正した。1928年にアメリカ合衆国に帰化した。1930年から1933年までスイスのジュネーブにある国際連盟の学校に通った。その後、シラキューズ大学に進学し18歳の時に結婚した。ニューヨーク大学を卒業し1939年に離婚した。スミス大学で修士号を取得後。 ニューヨーク州グリニッチビレッジに戻り編集助手やフリーランスの写真家として活動した。1942年チェコからの亡命中の映像作家アレクサンドル・ハッケン・シミードと出会い結婚。翌年の1943年、マヤが26歳の時に二人の共同で映画《午後のアミメ》を制作する。この作品は1947年のカンヌ国際映画祭で、 実験部門のグランプリを獲得する。この年、発見しミードトリコン。1960年、彼女の映画のスコアを担当していた、日本人作曲家、伊藤忠史氏と3度目の結婚。1961年栄養失調から来る、脳内出血のため44歳で亡くなった。死の間際、アンフェタミンや睡眠薬を彼女は常用していた。彼女のは、 日本の富士山に参拝された。1986年にアメリカ映画協会によってマヤで連勝が設立された。ありがとうございます。